皆さんこんにちは。本日はこちらのセリアから売られている春ジェルネイルシールを使って夏のデザインを作ってみたいと思います。こちら自然な仕上がりって書いてあるんですけれども、本当に自然な仕上がりになるのか試してみたいと思います。それではどうぞ。はい、こちら中を開けてみるとシールが12枚と中に小さなファイルが入ってます。では私はまずこちらを全部1個ずつカットしていきます。はい、ではこんな感じに全部1枚ずつカットして使っていきたいと思います。はい、では爪にのせてみたいと思います。ではのせる前に爪表面の油分除去をしていきます。ではエタノールで拭き取ります。はい、ではのせていきます。まず人差し指に乗せていきたいと思います。では人差し指の幅に合ったシールを選びます。でチェックするところはこちら爪の端からこの端まではみ出ないかチェックします。でははみ出ていないのでこのシールを乗せてみたいと思います。シールを乗せるときはこの根元部分から1ミリ開けて乗せます。下に余った部分は先ほどこの中に入っていたこのファイルで垂直にこう下に向かって削ります。すると綺麗にカットすることができます。はい、結構しっかりついているので剥がれにくい感じがします。はい、では次に中指に乗せていきたいと思います。では中指にはこちらのヨーヨーのデザインを乗せていきます。ではこちらこのまま乗せると角が合わないのでちょっとカットしていきます。ちょっと事前にカットしちゃったんですけど、はい、こんな感じにカットします。でこちら端をこう合わせて出ないか確認して乗せていきます。はい、では乗せていきます。では乗せるときに1ミリ開けます。先端をファ
イルを垂直に持ってカットしていきます。はい、こちらで中指の完成です。はい、では次に薬指に乗せていきたいと思います。ではこちらヨーヨーの模様を乗せていきます。カーブは合っていて、カーブは大丈夫そうです。で、この端と端も大丈夫です。ではこちらを乗せていきます。はい、では先端を削っていきます。こちらで完成です。はい、こちらで完成です。はい、では次に小指に乗せていきたいと思います。ではこちらのブルーの花火の模様を乗せていきたいと思います。では合わせるとこのカーブの部分と横の部分が大きめなのでカットしていきたいと思います。ではまず横の部分とカーブの部分をカットします。ではこちらを乗せていきます。はい、ではファイルでカットします。はい、こちらで小指の完成です。では親指に乗せていきます。では親指はこちらの大きい花火の模様を乗せていきます。この横幅は大丈夫そうなんですけれども、このカーブの部分がシールが皮膚に乗っちゃいそうなのでカットしていきます。はい、ではこちらを乗せていきたいと思います。
カットしていきます。こちらで親指の完成です。はい、5本シールがつきました。見た目はとても自然な仕上がりになったと思います。このデザインも夏らしい花火とヨーヨーの模様でとっても可愛いです。シールなのですぐ剥がれてしまうのかなと思ったんですけれども、この素材結構くっついていて、ほんとちょっと取るのが大変なぐらい引っ張らないと取れないです。お水も弾く素材なので手洗っても大丈夫です。短期間とか今日だけネイルをしたいという方にとってもおすすめなシールだと思います。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。